ゼータ星アルコルのバド、シドの双子の兄にしてシドの影であるゴッドウォーリアー、シドのものと同型の白銀色のゴッドローブをまとう。実力はゴッドウォーリアーナンバー2のシドを上回り、その剣は一撃でタウラスのゴールドクロスのマスクを立ち割る破壊力を誇る。アスガルドにおいて双子は家を滅ぼすものとして忌み嫌われていたため、誕生直後に吹雪の山の中に捨てられた貧しい村人に拾われ、その息子として育つ。実際の時、ふとしたきっかけで両親と幸せに暮らす弟のシドと遭遇し、自分の呪わしい宿命を知り、全てに恵まれたシドを憎むようになる。成長してゴッドウォーリアーとなったものの、弟の影としての存在しか許されず、誰にも存在を知られないような状態にされており、さらに鬱屈した感情を募らせていた。なおバドの存在を知っていたのはヒルダただ一人であり、他のゴッドウォーリアーたちはシドに双子の兄がいたことすらも知らなかった。シュンとシドの戦いが進む中でその存在が明らかとなるが、ジークフリートは剣を示し、あの男は所詮影、ゴッドウォーリアーではないと発言している。ヒルダはバドをより強力な戦いの道具として利用するために、バドのシドへの憎しみを煽り、バドはシドにとって代わって自分がゼータ星の真のゴッドウォーリアーになることを望むようになる。シドとの死闘を終えようとしていたシュンをネビラストームの中で襲撃するが、不審なコスモに気づいたシャイナによって阻まれる。シドがシュンに倒された後、彼らの前に現れシュンとシャイナを一蹴し、さらにフェニックス一機を天井や床にめり込ませるなど圧倒した。兄弟愛を否定し、シドへの激しい憎悪の言葉を執拗に口にするが、自分を捨てた両親はともかくシドには非がないことを自覚しており、心の奥には弟への愛があったことを法王幻魔剣によって見抜かれる。そして法翼転生によるダメージを受けたことで敗北を認め、とどめを刺すよう一機を促すが、瀕死のシドが立ち上がり、一機を背後から羽交い締めにして自分もろともとどめを刺すよう声をかける。シドの口から自身に対する本心と真実を聞かされ、わだかまりを捨てたバドは弟の亡骸を抱いて雪原へと消えていった。アスガルド編の最終話で弟の遺体と折り重なるようにして息絶えているバドの姿が映し出されている。ゴッドローブのモチーフは北欧神話において太陽と月を食らう獣スコルとハティと思われる。バドの必殺技、食らえシャドウバイキングタイガークロー。バドのバイキングタイガークローとほぼ同じ技だが、破壊力ははるかに上回る。獣のように鋭く伸びた爪で高速の衝撃波を放ちながら全てを切り裂く恐るべき技。魔獣ハティの伝説と逸話、北欧神話に登場する魔性の狼、その名はコノルド語で憎しみ、敵を意味するという。北欧神話最大の魔獣マロー・フェンリルの子であるという説もある。兄弟に双子のスコルがいる。月神マーニの狩る月の馬車を絶えず追い回しており、太陽と月が天地を巡るのはハティとスコルの両者が追い回すためと言われる。月食が起こるのもハティがマーニに追いついて危害を加えるからだとされる。ラグナロクにおいてはついに月を完全に取り押さえて食らい尽くすとされている。最後まで動画ご視聴ありがとうございました。ご意見やご要望のコメント待っています。ではまた次の動画でお会いしましょう。自分よりもパワーが勝る相手と戦う場合は、相手の最も得意とする武器を潰すことさ。